手大谷 VS 打者大谷、そんな夢の対決を可能にするのがこちら、バーチャルリアリティマシン。何これ。大谷が記録した日本最速165キロのバッティングが体験できる。へえ。やったことないよね、こんな。ないですね、ちょっと楽しみです。100でアングルも変わる。うわすごい。続いて大谷も体験。すごい。いや、うわ、すごいな。怖いんだ。怖え。大谷が大谷の球を受ける。弓矢で弓矢。うわ、怖え。こう貫かれたんですけど。え、今撮ったの。あ、撮ってる。あ、撮ってる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 。え、すごい。すげえ。そしていよいよ世紀の対決。いや、これすごいよ。バッター VS 165キロ共に大谷対決。面白い。スタート。大谷と大谷が対決したらどっちが勝つのか、ついにその答えが出る。うわぁ、試す。はい、や出した。へいへい。マジ二度まで楽しそうなんだよ。取んないわこれ。いそう、大谷をもってしても大谷の球を打つのは至難の技。早いんだよ、165キロって思った以上に。でもポンってやってみます。ファウルにするのが精一杯だった。ああ、なるほどね。この成績から算出された年俸は500円。というわけで VR ではピッチャー大谷の勝利となった。これ打てないですね。ねえ、あの、自信を持って投げれそうです。よかった。ちっちゃな野望でした。